まだまだ寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしですか？今回はお酒好きにはたまらないお店に来ました。これです。これです。これです。もう分かりましたね。そう、焼き鳥屋さんです。ということで今回は去年の11月1日にオープンしたばかりの焼き鳥屋鳥翔さんにお邪魔しております。焼き鳥屋さんの一杯目はやっぱりビールですよね。いただきます。エンジン入りました。さあ、これからたくさん食べていきたいと思います。それではこちら、お任せのお串を用意していただいていますが、こちらは左からささみ、そりです。振り袖、心残り、認知です。ささみから食べていただけたらいいかと思います。ささみ、左のやつですね、はい、いただきます。すごい、なんかちょっとピンクのお色味で、柔らかいですね。なんか外側は少しなんか食感あるんですけど、中は柔らかくて。そうですね、はい、このピンクなのってもしかしてレアですね。レア、はい、半生ってことですよね、はい、珍しいですよね。そうですね、でも新鮮なので半生で行っていただけたら。はい、新鮮だからできるんですね。そうです。柚子胡椒、はい、うんうん、すごく柔らかいでも感じの辛みかなっていう感じが。あ、そうです、はい、うん、他にも梅とわさびがあります。あ、梅とわさびもあるんですね、はい、あ、どっちも合いそうですね、はい、お次はソリです。ソリです。ももの付け根の方になります。ももの付け根、付け根、初めて聞きました。あの希少部位なのであんまり出ないかもしれないです、はい、ちょっととりあえずいただきます。香ばしさとお肉のなんと柔らかさ、たまらないですね。ちょっとビールも。最高です。何かこの串たちの全体の味付けのなんかこだわりとかっていうのはあったりされます？ほぼ塩で出してるんですけど、はいはい、大体3種類ぐらいの塩を混ぜてそれを使ってます。すごい、塩をブレンドして。そうです、そうなんですね、はいはい、塩であの部位ごとに変わった油の甘みを楽しんでいただけたらなと。なるほど、はい、確かになんかこう素材そのままの味がなんか生きてきそうな。そうです、はい、こちらのソリレス、先ほどすごく貴重だとおっしゃってましたが、はい、どれぐらい希少なものなんでしょうか？1つの桃から1個しか取れないので、ももがあったら付け根のこの部分だけなので、はいはい、そうすると大体このお店ではどれくらいの量が食べられるんですかね？多い時は3本。多い時で3本。少ない時はないです。じゃあもすいません、今日私1本食べちゃいましたけれども、すっごい希少なんですね、はい、あんまりないです、うん、じゃあもう鳥翔さんいたらこれとりあえず頼んでみて、はい、あったらラッキーですね。ラッキーですね。ソリレス、ソリレスですね、覚えました。ではお次いただいてまいりたいと思いますが、すいません、こちらは何でしょう？振り袖です。振り袖、はい、振り袖ズリの一部です。ズリ、ズリです。そうなんですね、はい、あ、確かに言われてみればズリの形に見えます。いただきます。なんか先ほどまでの柔らかいお肉と違って、やっぱりこういいそうですクシュクシュ感がありますね、うんうん、先ほど振り袖がズリの一部っておっしゃいましたけど、ズリ、はい、って鳥さんのどこの部分でしたっけ？ズリは鳥の胃の部分です。胃の部分、はい、じゃあ
振り袖もそのあたりってことなんですね。そういうことです。胃を食べてるんですね、はい、私たち。はい、そうです。ではお次、ミンチいただきます、うん、なんかすごく食べ応えがあるというか、うん、鶏のミンチと桃のミンチとあとニンニクのだけしか入れてないのでつなぎの入ってないつくねみたいな感じになります。つなぎが入ってないんですね。そうですね、はい、うん、こちら焼き鳥屋さんをオープンしようと思われたきっかけっていうのは、あ、神戸で焼き鳥屋やってたんですけど、あ、そうですね、バイトみたいな修行みたいな形で、でこっちに戻ってきた時にオーナーさんがちょっとお亡くなりになって、はい、でちょっと味を受け継いでるのでこっちで広めていこうかなと。そうなんですか、はい、そうです。じゃあこの鳥翔さんの焼き鳥はもともとその神戸の味を、はい、そうですね。あ、そうなんですね、はい、でもさまさまそのお手伝いに行こうって思われたのは何か理由がありましたか。もう焼き鳥が昔から苦手で。あ、苦手で。そうなんです。唯一食べれる焼き鳥屋さんを神戸で見つけたので、はい、そこでちょっと習いたいなっていう思いで、はい、じゃあもともと苦手でいらっしゃったのに。そうですね、そんな自分でも食べられるお店、はい、それはやっぱり他のお店とどういう違いがあったんでしょうか。なんか水分量が残ってて、はい、焼き鳥ってパサパサしたイメージだと思うんですけどそれが全くなかったので、はい、それで好きになりました。確かに先ほどいただいたやつもすごく柔らかくってしっとりとしてるなって思ったんですけれども、でも本当運命の出会いがあったわけですね、神戸のそのお店が、はいはい、では串最後こちらですね。すいません、こちら心残りです。心残り、はい、いただきます。うん、美味しい。私焼き鳥の中で一番好きな部位がハツで、ハツって心臓じゃないですか、はい、心残りってハツの心臓の元の方です、ね、元になるんですね、はい、そうです。だからなんかこう、あ、これ私の好きなやつの味って思いました、はい、食感がやっぱりこうさっき の, あの振り袖、はい、ズリのところとはまた違 う, こうキュッキュッとした。そうです、ね、血管の部分なんで。血管、はい、美味しいです。うん、はあ、幸せですところで、はい、鳥翔さん の, その鳥に笑うって書く、はい、お店のお名前の由来っていうのは何なんでしょう。鳥を食べてとりあえず笑って帰ってもらえたらなと思って。笑って帰ってもらった。そうです、ね、いやまさに今この美味しいその柔らかくて、はい、うん、優しい串食べたらもう自然とニコニコしちゃう感じですけど、笑って帰ってもらう。そうですね、素敵ですね、はい、2杯目に突入してますさてお次に出てきましたこちらは牛すじ煮込みになります。牛すじ煮込み、はい、もうすっごいすごいいい香りがしてます。ありがとうございます。鳥屋さんなのに牛、はい、筋肉、はい、牛、牛ですね。それはなぜでしょう。僕が好きだから山下さんがお好きだから。そうです、はい、いただきます。おっきい、いただきます。こんな大きい牛筋見たことない。とろけました。大きいのに全然こういい意味で存在感を感じさせない、トゥルンと入ってきて一瞬で口の中で溶けちゃったんですけど、どういった作り方をされたらこんな出来栄えに。大体5時間ぐらいは煮込んでいるので。5時間、弱火でずっとコト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 、はい、うちで一番人気になってます、はい、そうなんですね。そうです、はい、味付けの特徴とかってありますか。はい、味噌を使ってるのでちょっと甘めに誰でも食べれるように、はい、確かにお子様とかでも食べやすそうですね。そうです、お酒が進みますね。そうです、うん、
ゃあこれ私のんべえなので、はい、お酒グビグビ飲んじゃうんですけど、はい、白ご飯も合いそうですね。白ご飯もあります。あるんですか。はい、あります。でも食いしん坊にはたまらないですよね。はい、もちろんその締めのなんかご飯ものにもいいかもですし、はい、お酒飲まない方にもご飯ものとしてしっかり、そうですね。そうですね。はい、ところで山下さん、はい、私ずっとここで食べてて気になってたんですけど、はい、なんかちょっと可愛い感じのレトロな時計が目に入って、はい、なんか懐かしい感じがするんですけど、あれは、あの時計は実家の時計ですね。あ、山下さんのご実家の時計。そうですね、はい、なんかちょっと和みますね。そうですね。なんかそういう感じで、もしかしてあれですか、内装とかこだわりがあったりされます？こだわりっていうか、うん、椅子とかドアとかをちょっと先輩と一緒に作ってですね、うん、居心地のいいお店にしたくて、はい、なんかでも確かにその実家の時計の実家感とか、はい、手作りのこの DIY された木の椅子じゃないですか、はい、なんか木のね、ぬくもりみたいなのがあって、はい、なんか確かになんか落ち着いて、はい、ふーってしちゃう感じがあります。確かに。ありがとうございます。オープンが去年の11月ということで、はい、あの4ヶ月くらい経ったところなんですけれども、うん、何か今後の展望みたいなのありますか？そうですね、今後は来ていただいたお客様により笑顔になってもらえるように日々努力して、新しいものを作っていけるように頑張っていきたいと。なるほど、なんか新しいもの、はい、なんか新メニューみたいな、ね、新メニューとかも、はい、それは楽しみですね。また来ないといけません。はい、楽しみに待ってます、はい。お願いします。本日は鳥匠さんで、とっても柔らかくてジューシーな焼き鳥をいただきました。まさかの焼き鳥嫌いな店主の山下さんが産んだというこの焼き鳥。もしかすると今までの焼き鳥ちょっと苦手だなっていう方にも食べていただきやすい焼き鳥になっているんじゃないでしょうか。笑う門には福来たるということわざがありますけれども、鳥匠さんで美味しい焼き鳥食べて笑って笑顔で元気に過ごしたいですね。